それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。強者が勝ち、弱者は滅びる。我々は弱者だ。今もなお、昔もそうだったように。無力が悪だというのなら、力は正義なのか。さあ、ゲームを始めよう。鋼の真理を誓う、我に悪人百鬼を撃たせたまえ。貫く者なり。